皆様こんにちは。ピアノの時間、平田真希子です。今日のテーマは非和声音です。非和声音と言いますと難しく聞こえるかもしれませんが、簡単です。非は非常口の非、そして和声音ですね、これはスケール以外の音を表現のために使うということです。例えば波長長のスケールは7つの音がすべてピアノの発鍵にあります。例えばキラキラ星の曲を波長長で弾きますと黒鍵はありません。でもここに隠し味として黒鍵を入れることによって表現を膨らませることができます。西洋音楽ではオクターブ、一つの音から次の音まで、例えばというのは12の均等した部分に分かれています。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、 そしてまた1ですね。これをクロマティックスケール、クロマティックスケールと言います。クロマティックスケールですね。で、このクロマティックのクロームっていうのは色っていう意味ですね。ですからこのクロマティックトーンを入れることによって色を足すというふうに言います。これは色を足してるんですね。それではお聴きいただきましょう。モーツァルトの変奏曲、キラキラ星変奏曲と俗称されていますが、当時はこれはフランスで流行したシャンソン、あのね、お母さんという曲です。お楽しみいただけましたでしょうか。ピアノの時間、平田真希子でした。ありがとうございました。